今回のミツキングの羅宮図鑑なんですけども、今ね、ご覧いただいてますアロサウルスですね。こちらを作っていきたいと思います。結構ね、躍動感があってですね、すごくね、かっこいい、恐竜になってますんでね。ぜひね、皆さんも見ながら一緒に作ってみてください。それでは行ってみましょう。それではアロサウルスを組んでいきます。わからないところとかありましたらコメントとかね、気軽に入れてください。それでは作っていきます。
では今まで組んだパーツを合体させていきます。まずは A ですね。それと B です。 A と B を引っ付けます。はい、これにですね D を引っ付けます。こちらですね、この部分とここを引っ付けます。ね、はい、最後に C ですね、これを引っ付けます。ここですね、ここにこの部分を引っ付けます。緑と黄色をですね、こんな感じですね。はい、これで顔が完成しました。ハロサウルスの顔ですね。うわ、なんかかっこいいですね。はい、では引き続きいきましょう。はい、今組んだ L ですね、こちらと E ですね、 E のパーツ、こちらを合体させます。はい、これにですね先ほど合体させた頭の部分ですね、 K の部品を合体させます。こことこことここ、それとここですね、ここと。ちょっとやりにくい感じなんですけど、上から行った方がいいかな、上から先つけていった方がいいかもわからないですね。これパーツ1個裏返ってる。まあいいか。はい。で、下をはめる。あ、入りましたね。はい。こんな感じですね。はい、では続いていきましょう。はい、ではね、いよいよラストのような感じですね。
これを今から、残りのパーツをですね全て合体させるとコンプリートということになります。まず尻尾の方からいきましょうか。これですね、アイのパーツですね。アイのパーツです。それと尻尾の先っぽですね、エッジのパーツになります。でオレンジとオレンジ、黄色と黄色を横向きですね、ここは横向きに合体させます。こういう感じですね。はい、それと J ですね、 J の部品になるんですけども、この向きかな、この向きで、こうか、緑と緑を合体させます。はい、こんな感じですね。これで尻尾が完成しました。で、先ほど合体させた胴体ですね、胴体の部分に尻尾をつけます。緑と緑の部分ですね、ここをつけます。あ、ちょっとね画面に入らないですね。はい、よいしょ。で残りのパーツなんですけども、足の部分と手の部分ですね、これをつけたらコンプリートになります。よいしょ。まず足ですね、どこかな、ここですね、ここにこういう感じですね。反対側もこの出っ張ってるところの後ろ側ですね。はい、これで足が完成しました。おっとっと、立つかな、お、立ってますね、自立しますね。はい、あ、先に手をつけた方が良かったんかな。よいしょ。手がですね、ちょっと映りにくかったな、手がですね、ここの部分ですね、この部分に、よいしょ、こういう感じでひっつくみたいですね。ちょっと裏返していきましょうか。ここの部分ですね、よっ、入った、はいはい、入りましたね。はい、これで自立しますね。ちょっと画面に収まらないですけど、これでねコンプリートしました。はい、ではね、どれぐらい時間かかったかな、まあちょっとね全体像をお見せしたいと思います。はい、ゆっくり引いてみますよ。はい、こんな感じでですね、すごくかっこいいです。アロサウルス、この尻尾がね、躍動感ありますよね。可動はしないんですよ。関節という関節、どこも可動はしないんですけども、すごく迫力がありますよね。結構な大きさです。あ、かっこいいわ。やっぱ恐竜いいですよね。ダイナソーシリーズ大好きなんですよね。ミツキングも大好きでね。まあ、実は僕も大好きなんですけど。かっこいいっすね、これ。ね。ちょっとこの緑とオレンジと黄色っていうね、このカラーのね、この配色もなかなかいいんじゃないですか。あとね、ちょっとね、中古の、まあ中古っていうか、今まで使ってきたパーツをですね、使い回してますんで、各パーツがね。だからちょっと緩いところがあるんですけど、うん。まあでもこんな感じでね、自立しますね。どうですか？すんげえかっこいいと思うんですけど。いや、これはちょっとミツキングに自慢しよう。ね。ちょっと今ね、ミツキングね、小学校行ってるんですけど、帰ってきたらね、ちょっと見せつけてやろうかなと思って作ってみました。ね。よいしょ。ちょうど、キメラがありますね。この間、ミツキングが作りましたキメラですね。はい。これがありましてですね。おっとっとっと。比べてみたらですね、どうですか、結構な
ね、おっとっと、キメラの尻尾が。キメラはね、結構ね、稼働するんですよ。あっちこっちね、可動域があるんですけども。見てください。キメラとね、結構一緒ぐらいの大きさで、迫力があるんじゃないでしょうかね。うん。ダイナソーワールドですね。今回はね、このダイナソーワールドっていうね、これね、ダイナソーワールドっていうティラノサウルスがあったと思うんですよ。この、でっかいティラノサウルス。この中のですね、ちっこいこのアロサウルスなんですけども、今回作ったのはこの7番のアロサウルスなんですけど、写真で見たらちっこいんですけど、実物見たら結構大きいですね。うん、迫力あって自立もしますし、うん、結構いいんじゃないでしょうかね。ね、男の子とか、こんなん作れたらすごいいいんじゃないですか。喜ぶんじゃないですか、お子様もね。はい。まあ、所要時間どれぐらいやったかな。パーツ集めたりいろいろで、まあ、20分か30分ぐらいでしょうかね。うん。まあ、それぐらいで組めましたので、そんなにね、難しいところなかったと思います。もしね、わかりにくいところとかございましたら、遠慮なくね、コメントに書いてください。あと、なんかこんなん作ってほしいな、みたいなリクエストがございましたら、そちらもね、コメントじゃんじゃんお待ちしてます。はい、ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。